それでは大神さん、そろそろ大帝国劇場に帰還しましょう。待て待て、すでに人として生きることもできず、死ぬこともかも。私はかつて青いサタンという名で貴様らと戦い、この肉体を失った。よいか、邪悪なものを憎めばその憎しみの方が大きければ大きいだけ真の邪悪さが目覚めるのだ。山崎、久しいな、米田。こんな姿でお前に会いたくはなかった。山崎、あれほど言ったはずだ、力だけを信じすぎるなと。貴様たちの掲げる正義も所詮力ではないか。この世で絶対の力を得なくては正義を守ることなどできはしない。それは違うぞ、山崎。いや、人は守るに値しない。貴様らは知るまい、この帝都の嘆きを。この帝都の古より蓄積した怨念を。俺はもうじき魂すら消滅してしまうだろう。だが覚えておけ、帝都の呪いは続くのだった。呪われているのだ。すごい殺気。あの男、死と破壊の匂いがする。あの男が新たな敵なんでしょうか。わからないことをくよくよ考えても仕方ないと思います。勝った時は素直に喜ぶのです。そうですね、さあ帰りましょう。あたしたちの電撃へ。さあ飲め、大神飲め。なんて悲しい酒だ。そういえば織姫、戦いが終わったら出ていくと言ってなかったか。
つもりでしたですけど、私の力なしでは皆さんも大変みたいだし、まあもう少しここにいてあげてもいいかななんて。よかったですね、大神さん。織姫さんが花組に残ってくれて。それじゃ、今日は歓迎会のやり直しですね。言っておきますけど、日本の男が大嫌いなのは変わってませんからね。わからねえが、ただ一つはっきりしていることは、相手がどんな野郎でも、俺たちはこの帝都の平和と人々の暮らしを守らにゃならんちゅうことだ。よし、じゃんじゃん飲め。今日はパーッと行くで、パーッとな。帝国歌劇団花組の新しい門出ですね。そして大神の雑用係への復帰祝いだ。明日からもじゃんじゃん働きを。アイリス、本当はね。